皆さんもご存知であるこちらのゼロ戦、今回ワーサンダーではこちらの機体を使ってやっていこうと思います。それではスタート。始まりました、作戦ルール。それではやっていきましょう。追加武装は250キロ爆弾、こちらを積んでいきましょうか。さあ始まりましたね。まあこの機体はよく映画とかでも紹介されることが多いのではないでしょうか。多分大抵の人が知っている。まあ中身はこんな感じ。ゼロ戦は起動性能がすごくいいので、敵の航空機と格闘戦になれば必ずと言っていいほど勝てますね。ただ相手がアメリカ機だったりすると一撃離脱とか仕掛けられたりっていうことがあるので、まあ気をつけないといけないんですけど、まずは上空に上がっていきましょうか。高度4000メートルぐらいまでは行きたいな。夕日が綺麗ですね。いや、朝日か。ソ連機とあとアメリカ機のコルセア、そして今スピットファイヤーが見えた。さてどうしようかな。ちょっとせっかく持ってきたけど爆弾は切り離しておきましょう。さあここからは連携が重要になってくるんでね。了解。私もそいつを狙っていきます。ただ右からコルセアが来てるんだよな。あいつが怖いから。よっ、少し車線に入っちゃいましたね。なんかここからがゼロ戦の見せ場。こう後ろにつければもうこちらの勝ちですね。味方がやってくれた。ナイス。まだ生きてるか。まだ生きてるみたい。私もちょっと追いかけましょうか。あんまり翼に負担がかかっちゃうとゼロ戦はすぐに翼がもげちゃうので、こう気をつけないといけないところなんですが、まあ、それでもいけそうですね。回避がうまいな。味方危ない。たまに使っちゃう時もあるんでね。さすがアメリカ機、硬いな。何発当てくんだ。ミティカルヒット。オッケー。
これで相手は終わり。後ろからソレンキ、気をつけて。味方やられちゃったか。いやー、助けられなかったのが。さすがソレンキ早いな。追いつける気がしない。マジか、味方が墜落しましたね。やはりエンジンの性能では少しこちらが劣ってるようですね。いくら追いかけても追いつけない。ただ格闘戦に持ち込めればこちらの勝ちなんですが、まあこうやってボーッと飛んでるとたまに後ろから敵の航空機が飛んでくることがあるので、後ろも気をつけながらやっていきます。うまいこと狙えないかな。味方エンジンから煙が出てる。前方からサンダーボルト。いやー、これどうしよう。よいしょ。まあこんな感じですね。燃やした。右からスピットファイヤーが来てる。フットオンはあんまりしたくなかったんですが、よいしょ、クリティカルヒット。さっきのソレンキが来てましたね。よいしょ。まあ2機相手でもゼロ戦の旋回力なら負けない。ちょっとスピードが落ちすぎちゃったな。撃墜。ちょっとスピードを戻しましょうか。よいしょ。燃えた。さすがにダメでしたね。ただいいところまでは行ったんですけどね。まあ2機相手だとさすがに負けちゃいました。というわけで今回はゼロ戦でした。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら。